日本一ソフトウェアプレゼンツぴょん。早くカレーが食べたいですぴょん。一緒にお願いしますぴょん。行きますぴょん。覚悟してください。それ復讐だけが生きている理由だなんてどうかと思いますけどね。いろいろあって今はカレーが大好物なんですぴょん。複数のスパイスが複雑に混ざり合う中に香り高いエリンギオイルを注ぎ込んだことで高級感ある香りが醸し出されていますぴょん。ピリッとした辛みが食欲を刺激したかと思うと怒涛のような旨味が口いっぱいに広がりましたぴょん。特製顆粒カレーのギガファイヤー仕立て、念のために子供でも食べられるよう辛さは控えめにしておいた。皆さん強いんですね。私にはその強さがありませんでした。祖国を滅ぼされたというのに一人だけおめおめと生き延びて皆さんのように強くなりたい。そして両親と祖国の仇を討ちたいですぴょん。よくも父上と母上を殺したな。お前だけは絶対に許さないぴょん。父上と母上の仇今こそ復讐してやる。